誕生日おめでとうございます。いかがですか、元気してますか？僕はもう歯が白くなって超元気ですよ。もう呼吸もバッチリです。元気ですか？はい、終わり。どうも、今年もよろしくね。多分去年一回待ってないんだ、あの人。うん、そうだね。2020年多分会ってないんで、前の年に1回会ったんだよね。どこで？あのほら梅野で3人で知ったじゃん、この時。そうそうそう、どうなってんの時、遅いよって言った時。あれ2019年だったと思う、多分ね。それが賢者セミナーが終わった後に合流して、本当会ってませんね、したらね。全然合ってないですよ。多分今年も無理でしょ。今年もちょっとあれかね、難しいのかもね、うん、まあこういう時代なんでね、うん、Facebook は見てますよ。最近何が上がってらっしゃるんですか？まあ、Facebook 見てると写真、あのほら Facebook の写真が変わったり、今土佐犬が顔がマスクしてて、その前はあのゴルフ あのグリーンの上でなんかこうあぐらかいて座ってる写真、まあ、結構見てます。東京来ないよ多分ね。ね、そうだね、なかなか難しいのかもね。この前グッチの3人でね、そう会いました。会いましたよ。まさかも相変わらずだと思う。そうですね、あのコロナちょっと大変かもしれませんけど、気をつけて。またね。気をつけて。おめでとう。またね。